リトルツインスターズ、リトルツインスターズ、ラテン文字表記、リトルツインスターズは、サンリオでデザインされたキャラクターグッズ用、キャラクター群。通称、キキララ。2017年現在のデザイナーは、内田久ニ主人公、キキ、キキとララ、ララは、擬人化された双子星で、ララは、姉、キキは弟である。人物の姿をしているが、 サンリオの公式ホームページでは、人ではなく、不思議系分類される。2015年に生誕40周年を迎え、サンリオキャラクターでは、ハローキティマイメロディに匹敵する長寿キャラクターとなっている。ハローキティのシンボリック性の高さに対し、マイメロディと並び、サンリオキャラクターとして数少ない物語性のあるキャラクターである。2012年に初公開された、 追加設定は以下の通り。1975年、クリスマス用に動物と子供のキャラクターを作成しようという話の元作者の松本洋子がぎのキャラクターと双子の星の子キャラクターを作成した。この時作成したぎのキャラクターがマイメロディとなり双子の星の子キャラクターがリトルツインスターズとなった。双子としたのは 絵のバリエーションが作りやすかったからであった。しばらくは、星の子チャーマーとも呼ばれていた、口実。チャーマーとは、ふわっとしたイメージのある可愛い女の子という意味がある。実際、八千代、チャーマーなどその名残があるキャラクターが存在する。前日の通り、読者の応募によって決められた、キキ、ララの名前は、いちご新聞26号、1976年5月号、で公表された。 最初は冬服を着ていて、マフラーを巻いた男の子とフード付きのコートの女の子だったが、クリスマスに必要なもののうち星を背負わせたら、ということになり、男の子には星を背負わせることになった。女の子には星型のステッキを持たせてみようということになった。前述の通り魔法でお菓子が出せる。そして、男の子の星は空を飛ぶことができるが、 女の子の星のステッキがなければ飛んでいく方向を決められないことにしようということになった。これは作者が男の子と女の子がいつでも一緒にいることができるようにとしたためである。空からやってきた星の子供ということで天使をイメージした白い服になっている。リトルツインスターズのサンリオキャラクター大賞及びキャラクター大賞一語新聞ランキングの順位は以下の通り。 2012年以降のカッコ内は、総合ランキング、サンリオキャラクター大賞とは別に、一ち新聞に届いた表だけの順位、キャラクター大賞一ち新聞ランキングである。リトルツインスターズ、キキとララは、サンリオキャラクター大賞の前身である、サンリオキャラクター人気コンテストの第2回、1976年、からエントリーしている。なお、第二回のキキララ。 ツインスターと表記の結果は、得票数130票で5位であった。ちなみに1位以下、4位までの順位は、ハロー・キティ、1位、218票、スヌーピー、2位、207票、パティジミー、3位、164票、バニーマッティ、4位13、131票であった。1994年までは20位圏外。 1996年までは10位圏外と低迷していたが、1997年は7位と10位圏内にランクインされ、それ以降は10位圏内の常連となっている。ただしサンリオの主要なキャラクターがグランプリを獲得する中、リトルツインスターズは2位が、歴代最高で未だグランプリを獲得したことがない。リトルツインスターズ生誕40周年の2015年は、 商売ロックのキャラクター群の影響により9位と交代して、過労死でて10位圏内に入ったが、この年は、毎年1.2位を争うハローキティも7位に、交代するなど波乱があった。2013年サンリオキャラクター大賞では、特別企画である、これやります宣言が開催され、1位になったら、キキララのお菓子のおうちを作ると宣言していたが、4位にランクインされ、惜しくも、 ランクインを逃し実現とはならなかった。2016年度よりサブキャラコンテストが開催されており、2017年度はリトルツインスターズからはレインボーヘアー8位、人魚さん12位がエントリーしている。なお、2012年からサンリオキャラ一語新聞大ランキング枠が設けられ、2013年以降もサンリオキャラクター大衆一語新聞ランキングとして、 継続され、こちらはグランプリを獲得し、2017年まで上位3位圏内を維持していたが、2018年は5位となり、上位3位圏内から初めて陥落した。白戦車発行の月刊萌え2015年2月号の閉じ込みはがきによる萌え読者からの好きな三流キャラクターのアンケートを行った結果、キキアンドララは1位のハロー危機に付く順位であった。ちなみに3位。 以下、5位までの順位は、グデタマ、3位、マイメロディ、4位、ポムポムプリン、5位であった。あ、1989年、キキトララの青い鳥として、アニメーション映画化された。1989年7月22日から9月1日、サンリオアニメフェスティバルとして、全国東方洋画系58巻で公開。上映時間60分。マイメロディの赤ずきん。 上映時間30分、ハローキティのシンデレラ、上映時間30分と同時上映。発売当初は VHS 版のみ、後に DVD 版がサンリオより発売された。1989年公開のアニメ映画、キキとララの青い鳥での声優は以下の通り。1990年代前半以降、および1997年発売の OVA。 聞き取ららのままって素敵までに声を当てていた声優は以下の通り。その後上記のペアに続いて声を当てている声優は以下の通り。その後上記のペアに続いて声を当てている声優は以下の通り。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。